きです。はい、今日はですね、車好き女子でいちご狩りに行こうということで事前に計画しとったんやけど、あいにくのこの雪やばい、ちょっと心配やったんやけど、なんとか道路は雪が溶けているのでここまで来れました。現在が道の駅河原って読むのかな、これは、はい、の方で集合しております。ちょっとね、希望の光が見えてきました。まあ今日はね、安全運転で3台で、はい、いちご狩りに行って女子会しようと思います。はい、それでは行きましょう、レッツゴー。到着しました。はい、今日いちご狩りする場所が松木果樹園っていうところでしていきたいと思います。していきたいと思いますというか、はい、食べていきます。はい、で後ろに映ってるのがF さん、カフェでなんかもう結構インスタでも、もう私インスタ見たんやけどめっちゃなんか映える感じでいいとこないけど、今日はちょっとねあいにくの天休日ということで、はい、でここに今3台止めとるんやけど、その坂をね下ったらいちご狩りができるスポットがあるということで向かいたいと思います。ビビッといや本当はちょっと下まで降りれるみたいなんやけど、帰りね雪が積もって上がれんくなったら怖いんで、ちょっと上に止めて今歩いてます。伝わるこの雪感すごくない？ちょっと気合でカメラ回してますがどうでしょうか、伝わって雪です。まさか2月になるまで2月になっても雪が降るとは思ってもいなくて、頑張って3人で歩いてます。イエーイ、アマオちゃん食べていきます。ズン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 、あ、大きくなった。大きい。そう、草が生えてる方から取った方が美味しいんですよね。そう草が草がアマオいただきます。あ、めっちゃ美味しい。幸せロードを歩いてます。いやーやばい、ね、結構ここお客さん多いみたいで、平日今日女子会で来とるんやけど土日とかなったら多いらしい。あった、食べていきます。
甘いし、大きいし、めっちゃ幸せ。ビビッと。はい、アマオウとサガホノカっていう品種のイチゴのコーナーにおったんやけど、まさかの、 あの40分経ってあの気づいた事実があってね、まさかのこっちのお部屋もイチゴがあるっていう香りのベニモって四つ星、なんかこっちの方が種類多いしめっちゃあるし、もうちょっとこれリベンジするしかないわ、ちょっとまた女子会でリベンジしますね。でね、もう最後の方ね、なんかもうトヨさんに最後持って帰るためにストックしとったんやけど、お持ち帰りがダメという事実を最後の10分ぐらいで知って、もう山ほどあのストックしとったやつを全部ミキさん食べました。めっちゃ美味しかったです。ビビッと。ランチ美味しかったです。お腹いっぱい食べてガールズトークして盛り上がりました。今から次の目的地行ってきます。ビビッと。始めてます。さすが ND。 ビビッと。